こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今日私が乗ってきたのはこちらですね。はい、来シーズンモデルの TNTC、 はい、乗ってきました。はい、来シーズンこんなグラフィックになっております。はい、コンセプトはグランドトリックのやりやすいオールラウンドボードです。はい、このコンセプトね、変わらず皆さんにねお届けしたいと思いますので、ぜひチェックしてもらいたいなと思います。はい、オールラウンドボードなので、まずターン性能が高いよっていうところね、が、ポイントかなと思います。さらにグランドトリックがやりやすいように作られているので、トリックも遊べる、グラトリだったりとか地形であったりだとかね、ターンとグラトリを合わせたラントリであったりとかね、そういった、遊びも楽しめるよっていうのがこのね TNTC の魅力となっております。私もですね、今日ちょっとね閉まった雪なんですけども、ラントリをね一日楽しませていただきました。はい、地形、あとキッカーね、もう今日ちっちゃいキッカーかな、5メーターぐらいのキッカーですけど、ね、それもね楽しませていただきました。はい、そんな板に仕上がっております。まあ、とはいえこの TNTC 乗ってもらいたい方はどんな方かっていうと、スノーボード初心者の方です。はい、でこれからターンもっと練習しなくちゃいけないよっていう方ですね。さらにグランドトリックとか地形遊び、そしてちっちゃいキッカーとも挑戦したいよと思ってですね、あなたにね、ぜひ乗ってもらいたい板になっています。ターンもトリックも全部ね、楽しみたいよ、練習したいよっていう方だったらね、この TNTC に乗ればね間違いないと思います。さらにコスパがすごくいいです。はい、お値打ち価格になっておりますので、3点セットやレンタルからの買い替えもね、すごくしやすい価格になっておりますので、スノーボード初心者の方にはねぴったりかななんて思います。ではなぜそんなにね乗りやすいのかっていうと、まず特徴としては、はい、こんな感じで、ね、柔らかくなってるんですよね、板がね。はい、なので、まあ、ターンも軽い力でクッと踏み込めば板がぐーっとたわんでくれるので、まあ、ターンを描きやすいよっていうところであったりだとか、まあ、グランドトリックもね、オーリーノーリーをした時にクッとね反発を得やすいね、板をしならして反発を得やすいね作りになっております。さらに板自体がね実は細いんですよね。はい、細いので、何がいいかっていうと、まずターンで言えば板の切り返しが、ね、すごくしやすいので、まあ、リズムよくターンがしやすいよというところです。でさらにグラウンドトリックであれば、技のキレを、ね、回すために結構、ね、細めの板って最近流行ってますよね。まあ、そういった感じの作りになっています。でそして、ずらしやすいっていうのもポイントです。可変キャンバーっていうのを採用しています。説明において、はい、荷重かけるとノーズとテールがポンってね持ち上がるようになってるんですよね。なので板の全長よりも荷重かけた時にちょっと短く感じる感じ、そして板がこうずらしやすくなってるんですよね。なのでまずターン性能としては、スノーボード初心者の方ね絶対必要なんですけど、スピード調整、これしやすいですね。なので自分でずらしたいなと思った時、スピード調整したいなと思った時に板をずらしながらスピード調整できますよっていうところで、あとはグラウンドトリックね、もちろん板横にしてプレスの姿勢ね取ってずっとね滑っていくね動きありますよね。まあ、そういった動きももちろんしやすいという動きに、ようになってます。減速要素が少ないのでトリックしやすいんですよね。であとは、技が失敗した時、技ちょっと失敗しちゃったなという時でも逆エッジになりづらい、板が、ね、ずれて逃げやすくなっているので、まあ、そういった面でも、すごく、メリットかなと思います。はい、まあ、とはいえ欠点としては、ダブルキャンバーの板よりは、ずらしづらいですし、フルキャンバーの板よりはターン性能は低いです。なのでオールラウンドボードなので、まあ、ターンもトリックもね両方ともやりやすく作っている分、ターンに特化しているわけでもないし、グラトリに特化しているわけではないよっていうところだけね、気をつけてください。なのでグランドトリック思いっきり集中して練習したいよって方であれば、ダブルキャンバーの TNTR であったりとか TNTL の方ねをおすすめしますし、逆にターンをね集中してもカービングしっかり練習したいよって方であれば、 CVT のクラシックキャンバーねをおすすめしますので、ぜひそちらをね選択してもらえたらいいんじゃないかなと思います。であともう一つ、コスパがいい分、滑走面の素材、はい、これですね、ちょっと柔らかい素材使ってます。エクストルーテッドっていう素材なんですよね。まあ、メンテナンスがしやすい、っていう特徴はあるんですけど、その分柔らかいので、ちょっと硬いねザラメ雪だったりとかアイスバーン滑るとこのエッジ周りが白くなりやすいので、まあ、そういった時はスクレーパーであったりとかブラシとかを使って、そのね毛羽って言ってちょっと、摩擦でね毛羽立ちしたところをカットしてもらって、ワックス入れてねメンテナンスしっかり使って乗ってもらいたいなと思います。はい、放置しておくとね真っ白になっちゃいますので、ね、気をつけてください。はい、スノーボード、この TNTC に限らずですね、全てのボードねメンテナンス必要になりますので、しっかりワックス入れていきましょう。はい、という形で、はい、
今回はですね、はい、この、来シーズンモデルの TNTC 紹介させていただきました。ちなみにグラフィックですね、今シーズンとガラッと変わりまして、デザイナーさんも日本人のデザイナーさんに、ね、変更になりましたので、はい、またかっこいい、デザイン、ね、となっておりますので、ぜひ、ね、検討してみてください。色も、ね、3色今年、ね、展開となっておりますので、こちらのですね、ちょっと端っこの方にどっちかに、ね、出てると思うんですが、まあ、そちらの方で、ね、カラーも、ね、チェックしてもらいたいなと思います。はい、今回ちなみに、はい、ドレイクの、はい、キングリミテッドとね、セットアップしております。これ今年のモデルですけどね、また来シーズンも、ドレイクの、ね、キングリミテッド、発売されますので、そちらの方をチェックよろしくお願いいたします。はい、相性いいです。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いで本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢圭一でした。バイ。